はい、どうも長友愛理です。今日もよろしくお願いします。3月20日から、動物の森が任天堂スイッチで発売配信されましたね。すごくこう話題になってます。私もやろうと思うんですけれども、まあその時に私アプリでしか動物の森やったことがないんですね。でその時の思い出で言うと、こうツイッターで動物って打つと、その動物の森の下に動物タワーバトルってなんかこう検索ワードが出てきて、なんじゃこらって言って、なんかすごいツイッターで話題になり、みんな動物タワーバトルを一時期してたなってイメージなんですね。でどうやらかなり進化しているようで、まだ現在でも遊んでる方が多いということでね。すごいんだよね、あれ。結構大会とかも開かれたりしててクオリティが高いみたいです。ちょっと私も久しぶりにね、動物タワーバトルを今日はぬるーくどんな感じだったっけなっていうのをね、やってみたいと思います。いいね、 BGM がゆるいね、ぬるいね、最高です。こういうの私大好きです。はい、それでは早速やっていきたいと思います。あ、これでもうマッチングされた。お、懐かしい。これで置いて、はい、何この動物をセットした瞬間、 iPhone の触り心地がなんかカリッていう食感がありますね。これちょっと癖になりそう。コリコリっていうか、ええ、やー、攻めますね。え、いけるの、そこいけるんだ。ちょっと回転させてみようよ。これで、え、落ちない、これ大丈夫。はい、リアルな動物やね、本当に。え、これ白クマさん結構さ、落とすの、落ちるのカバーしてくれてない？あ、いい感じいい感じ、結構つながってるよ。え、めちゃくちゃいけそうじゃない、これ。うまい、普通に。あ、うまい。ラクダさん、はい。結構こう下にね、敷き詰めていく感じなんだけど、これどんぐらいいけるんだろう。え、そこいける？いけるの？すごい！うまっ！これでどうですか？あ、いい感じ。いや、グーってキリンさんがグーってしてくれた。え、そこいける？これもう完全に、あ、で、結構しっかりあれですね、マッチングするのが早い。普通にだからユーザープレイ数多いんでしょうね、きっとね。何このゴリラのポーズ、最高すぎん？これ無理かな。あ、いけてる。あ、やだ、ラクダさん首が苦しいね、そこね。どう？何これ。はい、うわ、あ、いい感じいい感じ、土台しっかり固定されてますね。はい、あ、そう持ってく。あ、いいね、タワーになってるよ。ゾウさんでかこれどう。あ、手と手が、手と手が続いてる。え、これいい感じなんじゃないですか、めちゃくちゃ。からの、何が出てくる、そこ、その人出てくる。え、え、もう普通にこんな感じからの、あ、ライオンさん、そのまま置いてく感じ。あ、ちょっと斜めらせる。あ、こう協力していく感じなんですね、この人とは。ちょっと頑張ってタワーを積み重ねていきたい。え、どう？あ、いいよ！めちゃくちゃタワーになってる。これ記録更新？え、め、え、え、どうするこれ？やばくない？またシマウマ？あなんかジェンガみたいですね。ジェンガみたい。え、すごいすごい。あー、落ちないで。よし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 。
何かを競う時にもう動物タワーバトルでこうじゃんけんじゃなくてね決めていく時代ですよ。もうでもこれここでいいんじゃないの。落ちるか。あーシュールドーン。じゃあラストバトルにしましょう。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。なにこれ、そんな技術あるの。え、すごくない。つま先で引っかかってんで、そういうのを持ってく。え、うま、うますぎん。はい、だいぶこう頭に血が上っちゃいますね、この動物たち。どうすんのこれ。あそこに置く。めっちゃ攻めるやんけ。どう、ちょっと攻めてください。すごーい。なんかこう集中しますね。あー、これ下のライオンさんどうなるの。あすごいですね。これ多分いろんなねプレイスタイルがあるのかなと思うんですけれども、面白かった。何かを競うときはこれからちょっとね動物タワーバトルをやっていきたいと思います。はい、ということで私もね近いうちに動物の森ちょっとライブ配信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。動物タワーバトルぜひやってみてください。結構集中して面白いです。はい、それではまたお会いしましょう。バイバーイ。